江戸時代に領主である徳川光国の命により行われた保全整備により原型を今に伝え日本で一番美しい古墳と言われている下侍塚古墳前方広報墳前方広報墳は古墳の墳形の一種であり特に東日本の前期古墳に多く存在するまた中国四国地方にも多く存在し中でも出雲地方の前方広報墳は 古墳時代を通じて築かれていた。その起源は、方形の墳球墓への通路が変化し、都市粒へと変わっていき成立したと推測されている。東日本の出現期古墳の多くは、前方後方墳であることが分かってきた。主に、弥生時代後期末から前方後方墳の素形である、前方後方形墳球墓が作られ始め、古墳時代前期前半に、 東日本で前方後方噴が多く作られた。100メートルを超える規模の大きな前方後方噴5機が大和に集中し、あとはゲイヤに2機、上野、越中、美野、駿河に1機ずつ存在する。日本列島には約500機の前方後方噴が存在する。愛知県一宮市の正常面遺跡で発見された前方後方形噴は、噴 約40メートルもある。前方後方形墳球墓から前方後方墳への成立に、能尾平野が重要な役割を果たしたと考えられている。3世紀前半の弥生時代終末期頃、東海地方では、方形墓の集合が一周するものや、方形の一辺に都出場の祭壇を設ける墓が流行した。そしてやがてその祭壇部や立教部が発展し、 前方後方形が出現する。その例としては、愛知県の狭間政令霊司令一噴窮簿が挙げられ、素型と考えられる。この噴形は、西は京都府から東は千葉県まで広がった。つまり、前方後方噴は伊勢湾沿岸で誕生し各地にもたらされたと考えられる。現在全国で確認されている前方後方噴は約200数十基である。 現在知られている前方後方噴の規模分布を調べてみると、噴球の長さが七十メートル以上は三十四基あり、六十から七十メートルは三十三基、五十から六十メートルは四十八基。以下規模が縮小するとともに数が増加していく。七十メートルを超える前方後方噴の9区に別の築像数は、出雲、三正か、張馬、摂津、伊勢、尾張、 三河、野と、日立が、各一機、三野、鶴が、越中、上野、ではが、各二期、山城、道の区が、各三期、下屋が四期、大和が五期であり、大規模前方後方墳も大和に集中していると言える。さらに、100メートルを超える前方後方墳五機が大和に集中している。また、日本最長の前方後方墳は、天理市の西山古墳である。 同市には、畑小塚古墳、下池山古墳、草木塚古墳、まばか古墳、野麦古墳、星塚古墳などが存在する。なお、墳旧最長の西山古墳は、前方後方形の基段の上に、前方後円形が乗るという非常に得意な形をしている。前方後円墳と前方後方墳の違いについて、いろいろな学説が提起されたが、まだ十分解明されていない。 西島貞尾は、噴景が身分秩序を示し、カバネの中でも、尾身を表すのが、前方後方噴であるという。菅広氏は、噴景と規模から、前方後方噴は、前方後円噴体制という政治秩序の中では、少数派的なあり方であると考えている。白石田一郎は、前方後方噴を、船国の系譜と見る説である。東海地方に、 前方後方墳の起源を求める説は赤塚二郎らによって主張されてきた。一つの説として政治勢力としては西日本は山大国を中心とした政治連合であり東日本は農地平野の船国,国を中心として形成された政治連合であったが東の船国中心の連合は西日本の山大国連合ほど強固な連合ではなかったとするものがある。また この農美平野の勢力は、銀は人伝に、奇祭のある彼女を卑弥呼の山大国と戦った、船国との関係を想定する学者もいる。広瀬和夫は、噴球規模が、どの地域においても、前方後円噴が、前方後方噴を上回ること、東国においても、前方後円噴と、前方後方噴が並存していること、前方後円噴だけでなく、前方後方噴でも、 最大規模のものは、機内に存在すること、副葬品に、前方後円墳と前方後方墳に差がないことを挙げて、機内と東国との二交代一節を知り添け、前方後円墳と前方後方墳の違いは、市町村の政治的なランク付けの繁栄であるとしている。東海地方の旧国名で言えば、美野、尾張、伊勢、三河などの農美平野を中心とする地域では、 前方後方墳は36基、前方後円墳は49基確認されている。規模の上では、墳球の長さ80メートルを超す前方後方墳は少なく、最大で小ぬか山古墳の100メートル、83メートルの北山古墳、約80メートルの東の宮古墳、81メートルの桜井双子古墳、71メートルの高山古墳などが大きな型である。 ちなみに、これらの古墳の周辺には90メートルから150メートルの前方後円墳が築造されている。これらのことから古墳時代前期には地域まで墳形と規模による身分秩序が行き渡ってはいなかったと考えられている。外表施設では前方後円墳、前方後方墳ともに吹き石が吹かれているが、埴輪は前方後方墳にはほとんどない。 静岡県の浜名湖沿岸地域の浜松市稲佐町に四世紀、後半の築造と推定される前方後方墳、北岡大塚古墳が所在し、この地域の最古の古墳である。中国、四国地方では前方後円墳は800基のうち前方後方墳は82基で、1割を占める。分布では南西半分にほとんど見られず、山口県や愛媛県に認められず、 九州地方にはほとんど気づかれていないという傾向の延長線上にあると考えられる。北東の地域では、鳥取県では規迫であり、張馬西部から岡山県北部を経て、出雲地域に広がっている。出雲東部に偏るが、山陰では、稲葉、高棄に4基、岩見に1期、奥に8棄が存在する。 中国地方の前方後方墳は、島根県松江市周辺に集中して32基見られる。出雲の日川の下流域の水戸野町にある、松本1.2号墳が、最古のものと見られている。最大は、岡山県勝田国小王町、植月寺山古墳の91.5メートルである。分布では、山口県にほとんど認められなく、鳥取県、兵庫県北部地方では21基。 広島、岡山両県及び、兵庫南部地方では48基見られる。出雲の前方後方噴は古噴時代を通じて気づかれている点が特徴である。四国地方では、徳島県に2基、愛媛県、香川県に1基ずつ、九州地方では散発的に分布し、津島を含む長崎県に4基、福岡県に5基見られる。東北地方最大の前方後方噴、 大安城古墳寺を古墳軍第一子、軍二号墳。広報部から、前方部を望む 3DCG で描画した、小田中かみつ古墳 3DCG で描画した、川田山一号墳、3DCG で描画した東野宮古墳、AB 森光一所、古墳の発掘中更新書より、勝部明、山城双子塚文化庁文化財保護部、史跡研究会監修。 図説日本の史跡第三関原子三道放射出版1991年104ページただし、断築の一段目だけが、前方後方噴で、二段目から上は、前方後円噴の型を成すという得意な、形式である、広瀬和夫、前方後円噴の世界、P124 から128、岩波新書、2010年。のミコ噴群の西教育委員会2013年。 第4章川田山1号分の発掘、金沢大学考古学研究会活動報告第4号、金沢大学考古学研究会1986年、N 沼古墳群分布調査報告、石川考古学研究会1978年。ありがとうございます。